こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は競馬事件簿やっていこうと思うわ。おお。今回は何をやるのかしら？今回はサラブレッドにおける馬についてやっていこうと思うわ。おお。馬って、昔は人間にもあった制度みたいね。そうね。今では人間の世界でも人工ミルクが開発されたが、それでも母乳で育成することを推奨されているわ。昔の日本では貴族や武士のいわゆる金持ちで社会的序列が高い人々は実母が育てるわけではなく、授乳を含め乳母が育てるケースもある。生物学的には授乳ができればとりあえずは安心なんだけどね。乳母の存在で歴史に名を残したのは徳川将軍三代目の徳川家光の乳母であった春日の局であろう。おお。家光を将軍にしたとも言われる女性ね。大奥を作った人とも言えるわね。ただ春日の局みたいな江戸時代の乳母は給料も高く、地位も高かったが、自分の子供は里子に出さねばならない悲しみもあった。自分の子供は他人になってしまう。悲しいわね。馬の世界にも当然乳母の存在はあるわ。導入される時は母馬の死亡だったり、父の出が悪かったり、母馬の子馬への虐待だったり、闇が深い理由も混じっているわね。近親配合の弊害か。人間の世界にもあるにはあるけど、まあ、実物の馬をアテンドできるなら、人工母乳の導入の手間や人件費を含めコストが安いのなら、母乳で育てる方が間違いないわね。しかし、サラブレッドの世界で乳母をやれる馬というのは多くない。は？というよりサラブレッドは走る性能を極限に高めるために優秀な血統を近親配合しているから、非常に気性が荒く神経質なのよ。確かに。なぜ戦後サラブレッド以外にアラブ馬の競馬が長く続いたのか。それはアラブの方が扱いやすいという面もあったからね。だから温厚な性格のサラブレッドの牝馬が他人の子馬を受け入れるか。その壁を突破できなければ難しいわ。乳母が嫌がるようなら、柵なんかを設置して、人間がなだめて我慢させて、授乳できたらご褒美を食べさせるといった老獪な手も使うわ。所詮は家畜ではあるわけね。ここまで行けば情が移るのか、他人の子供でもうまくいけば疑似家庭を形成し、離乳までは平和な時代を送るわ。おお。そこまでしてやっとなのね。ただ、失敗すると乳母役が子馬を虐待したり、噛みついたり、大怪我を負わせてしまうことが往々にしてある。だから、ほとんどの牧場では見込みのある牝馬が不運なことにならない限り、絶対にやらないわ。一応、JRA の育成場ではサラブレッドの乳母の研究をやっていて成果は出ているけど、実用はまだまだね。海外では割とサラブレッドがやるらしいんだけど。でもサラブレッドの生産で母馬が死んでしまったり、子育てに向いていなかった母馬がいるんでしょ？そう？馬産地で100頭に1頭は乳母が育てているんじゃないか？そういう話もあるわね。じゃあ、そういう馬はどうなるの？まさか人間が哺乳瓶持って人工的に育てているの？いやいや、そんなことやっていたら大変なことになるわよ。どういうこと？マリサは猫飼ったことある？いや、ないけど。実は人間に幼少から育てられている猫って飼い主だったり、家人を大きな猫だと思っているという研究もあるの。おお。商品で、走るために鍛えなければならないサラブレッドにそんなことしてしまったら、昔の家族経営のサラブレッドならあったかもしれないけど、それは育成牧場が発達する前の厩舎で順地までやってた時代だからね。今の分業化した生産界では跳ねられる対象になるわね。人工ミルクで育てた例はあるんだけど、やっぱり人間を母親だと思い込んで家に入り込んでしまったりの甘ったれになっちゃったらしいわ。これじゃあ、売れないわね。情が移るし。馬の世界の住人でない馬を作ってしまうわけね。そうなるとどうしても乳母をつけて、授乳から、馬の世界の住民登録をしないといけないわけよ。結局は人間にも馬にも良くないわけね。で、ここから本編が始まるんだけどね。は？サムネにスペシャルウィークって書いてあるじゃない？おお。じゃあ、解説スタートよ。1998年の日本ダービーを勝ったスペシャルウィークの母馬キャンペーンガールは出産時期に戦痛を発症していた。うわぁ。
人間だと母体も赤ん坊も助けてほしいってお父さんは医者にすがりつくところよね。ただ、サラブレッド生産である。経済論理である。キャンペーンガールはおそらくもうダメだろう。お腹の子供だけでも、仕方ないわよね。陣痛促進剤を投与されたキャンペーンガールはスペシャルウィークを無事出産。その後、キャンペーンガールは衰弱。5日後に息を引き取る。おお。悲しいわね。これが出産時期の馬産地には当たり前に毎日繰り広げられているわ。特別なことではないわ。おお。母を犠牲にして、産ませたスペシャルウィーク。彼を生かすための戦いが始まった。スペシャルウィークのお母さんの手配ね。ただ、時期が良かった。乳母の価格は乳母の数の少ない1月、2月はレアな存在で手配も大変である。もちろんレンタル料も高い。100万円程度であろうか。案外高いわね。しかし、出産シーズンが後半に差し掛かると乳母の数も増える。手配も容易であったし、レンタル料も30万から40万円程度になる。不幸中の幸い。スペシャルウィークは5月の初め生まれであった。人間の世界と同じね。繁忙期は予約取れないし高いけど、それ以外は値崩れする。そして、スペシャルウィークには新しいお母さんがやってきた。彼女は非常に大きい馬だった。おお。っていうか、サラブレッドじゃないわね。そう？サラブレッドの乳母は珍しい。大体はポニーだったり、バンバ、バンエイ競馬に使われるような重種馬、ペルシュロンなどが乳母役になるケースが多い。彼女らはサラブレッドみたいに気性が荒くなく、穏やかな馬が多いからだ。スピードを追求した品種の闇とも言えるわね。スペシャルウィークの新しいお母さんは、誰？この子、という態度だったらしい。気性も荒い方だった。彼女の名前は桃姫と言った。当たりを引けなかったのね。まあ、生物の論理とは違うことをしているからね。牧場が桃姫を囲うやぐらを作り、安全にスペシャルウィークへの授乳が始まった。そして、桃姫がやぐらを必要とせず授乳させ、ぎこちなくも母とこの絆を紡いでいった。おお。涙が出るわね。その陰でキャンペーンガールはひっそりと息を引き取ったんだけどね。時間軸が出産からわずか5日の話なのね。その後は桃姫が母親、乳母となり、スペシャルウィークは馬の世界の住人になった。しかし、馬の世界は馬産地の常識とは違う。競争馬になるためには出産した年の秋には離乳、子別れという儀式がある。おお。幸せな時間は続かないものね。引き裂かれた母子はいな泣き続けるというが、それも時間が解決してくれる。悲しいわね。実は子別れに関してセンシティブな感情を持つのは日本だけとは言わないが、日本の比重が非常に重いようね。欧米だとあまり子供とベタベタしない感じはするわね。寝室も赤ん坊の頃から別だというし、そこら辺は文化の違いがあるのかもね。スペシャルウィークの離乳、子別れが終わった桃姫はレンタル期間が終了。自分の牧場に帰っていったわ。レンタルと聞くと、ローン遺跡のサッカー選手みたいな硬質な言葉に聞こえるわ。その後、スペシャルウィークはティナという女性が順地をし、偏愛という言葉が似合うような可愛がりぶりで、二次創作では母親と言われているような記載もあるけど、彼女は他の仕事をほっぽり出して、スペシャルウィークの世話をしたから、周りの人からしたら迷惑だったし、スペシャルウィークが走ったから美談になってるだけで、尻拭いをした周りの人が称賛されないのは闇ね。乳母の桃姫もその一部だと。そうね。順地を担当するというのは幼稚園の先生みたいなものだからね。仕事としていうとイヤリングだったり、調教だったり、そっちの方が強いからね。でも、スペシャルウィークは他の馬とは違い人間にフレンドリーだった。性格が優しいと言われるけど、これは人間の影響でしょ。乳母を導入した馬は乳母の品種によって性格が変化するということが言われているわ。気性の荒いサラブレッドではなく、穏やかな重種馬に育てられたスペシャルウィークが他の馬と違うのは当たり前といえば当たり前よね。おお、もしかしたら、スペシャルウィークのダービー、春秋天皇賞連覇、ジャパンカップという成績の礎は桃姫の存在があるのかもしれないわね。さてと、ここまではある程度お砂糖をまぶしてお話ししてきたけど、
ここからは本気で行くわよ。は？乳母として役目を終えた馬たちは自分の牧場に帰るんだけど、そこにその年に産んだ自分の子供たちはすでにいないわ。ええー、乳母たちは出産していたの？逆に聞くけど、お乳が出ないと乳母なんてできないわよ。少なくとも出産直前まで妊娠していなきゃ、乳母はできないわ。つまり、乳母は最愛の子供と子別れ以上の速さで生まれた時から引き離されるわけ。そういうことね。つまり乳母のレンタルは本当の親子の絆を引き裂いてなされることなの。その代価が100万円。闇が深いわね。でも、母親が帰る頃には子供はいないって。どういうことなの？彼女たちの本当の子供は人間の手で、スペシャルウィークにおけるテナの幻想のように人間が文字通り母親代わりになって育てられるわ。二次創作に釘をぶっ刺すわね。そして乳母としての役目を終え帰る頃には秋の肉用のセリ120種馬の子供は出されるわ。は？食肉用は立派な食用だし、食用に寄せんはない。これだけは言っておくけど、それでもなんかやりきれない話ね。おお。無理やり引き離され、決して交わらない定めなのね。まあ、幸い母も子も匂いを忘れており、あっても赤の他人と認識するだろうけどね。桃姫の場合はスペシャルウィークが子供だと思っているということね。なおさらやりきれないわね。これがサラブレッドを頂点とする馬さんの現実よね。やりきれないけど、リアルはこんなものなのかもね。ちなみに桃姫はスペシャルウィークが走った後は縁起がいい馬となり、引っ張りだこだったとも伝わるわ。この構造を知ってしまうと、手放しで喜べないわね。桃姫はこの乳母歌謡を何年続けたかは追うことはできなかったが、毎年妊娠し、出産し、乳母としてレンタルされる。家光という将軍スペシャルウィークを出した春日の局桃姫。その栄誉は毎年自分の子供を里子に出さねばならない定めであった。これは、何とも言えないわ。ちなみにこの乳母レンタルって産業化していて、乳母になるために妊娠、出産させなければいけないんだけど、まだあるの？乳母の本当の子供を文字通り処分するというところもあるわね。は？その子供に需要があるかどうかにはよるけどね。これを闇と考えるか経済論理としてしょうがないと考えるかは任せるけど、サラブレッドを頂点とした馬産業、競馬も頂点の方だろう。そして競馬の頂点に立ったスペシャルウィーク。しかし、その陰には乳母という存在を掘っていっても血だまりがある。それは事実なのである。以上になります。今回は社会派ゆっくりになったわね。これは相当重いテーマですよ。命は平等、命は地球より重い。それはある程度法が生存権を認めてくれるからであって、我々もこうならないとは言えないかもよ。おお。宇宙人が攻めてきて、人間牧場なんて作った日にはそうなるかもね。でも、攻めすぎよね。まあ、命は平等じゃない。っていうのは私は現実だと思うわ。これは人間の世界でもね、それをお砂糖まぶして現実を見たくないならそれでいいし、なんとかしようと行動するならそれでいいし、おお、ただ、認知の問題として本当のことは知っておいた方がいいとは思うけどね。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。